絶好調のマコにここまで食いついてくるとは。やるわね。さすがレッドサンズの高橋涼介に勝っただけのことはある。食いつかれてる。私乗れてない。さゆき、そんなことない。マコの調子はいいよ。あっちの走りに余裕はない。私らの方が速い。あんたは後ろ気にするのやめな。リズムが乱れるからね。後ろの動きは私がバッチリチェック入れてるから。いくら2000が速くてもここは私らのホームコース。林間までに決着つけてやろうじゃん。Just no way, every day. Another week, another white ball, back in the night. Like a thunderbolt.